あ、植えてきましたね。ああ、小さくなりましたね。小さくなりましたね。なくなってますね。いらっしゃいませ看板。僕の友達の友達がでここにはまってしまって300万全部とりあえず使って。高橋がなんで取り壊しになったんですか。不動産投資を学ぶなら楽町ファーストロジック。全国には数々のディープスポットが存在する。この企画はルポライターの村田ラムが現地を訪問しアングラな魅力を探るドキュメンタリーである。天ヶ崎、神戸、大阪の間に位置する工業の町。昭和の雰囲気が残る独特の街並みをルポライターの村田ラムが取材を行う。天ヶ崎ってどういう街ですか？そうですね、僕もまあ年に 2回とか3回ぐらいしか来ないんですけど、まあ、僕ら世代にとってはそのダウンタウンが育ったみたいなんで、ものすごいこう個性的な街みたいなイメージがあったんですけど、まあ、実際来てみるともうすごい整備されてて綺麗な街になってるんですけど、ちょっと離れたりちょっと奥に行くとディープになるみたいなんで、ちょっと、まあ、そんな感じの街かなっていうイメージなんですけど。それでなんかちょっとまあ僕だと心もとないので、今日ちょっと尼崎在住の知り合い のカメラマンさんをお呼びしたので案内してもらいたいと思って、ちょっと小林さんに。おはようございます。おはようございます。もう小林と申します。尼崎在住ですもんね、はい、そうですね、尼崎出身在住で45年間。小林哲郎さんは尼崎で生まれ育った写真家だ。工場夜景や路地裏での撮影に定評があり、これまでに9冊の写真集を出版している。撮影ツアーなどの活動を行いながら街の魅力を発信しているという。尼崎の写真も撮る。はい、尼崎 の、工場地帯が多いんですけど、まあ、その工場の風景、工場夜景とかを撮ったりもするんですけども、街中の路地風景とか、最近は路地にいる猫とかを撮影したりして、もう結構市内なかなかディープなところもうろうろしてますので、はい、猫探すために。そうですね、猫探すためにいろんなとこ行ってたまに怒られたりして、ね、それめっちゃ詳しくなりますね、はい、みたいな感じで言われたりもするんですけど、はい、ここは JR なんですけど、 JR 尼崎駅なんですけど、もうかなり整備されちゃってるんですよね。そうですね、はい、都市計画でだいぶ綺麗になって、ちょっとディープさはなくなってきてる感じですね。ディープな街並みが残るという町の南部へ移動する。ここも開発されつつあるんですけど、まだ一番色濃くその下町情緒が残っているのが阪神沿線なんで、はい、歩いてて面白いのはどっちかというと阪神の方が面白いかなと思いますね。そうですね、ここ10年ぐらいでどんどんこう新しいマンションとかホテルとかあったりしてですね、昔はキリンビールの工場があったり、すごい JR 付近もごちゃごちゃしてて面白かったんですけど、そういうのはなくなって、まあいわゆる結構クリーンな住宅地みたいな、はい、駅も結構乗り降り多いんで、そういう感じですね。昔はちょっと危険な場所だったりもあったんですか？危険はどうですかね、僕自身そんな危険な目に遭ったことはないんですけど、でも自転車とかバイクはまあまあ何回か盗まれてるんでバイクは2回盗まれたことあるし、自転車も何回かあるんで、まあ、そういうのは多いですね。そうなんですよ、で尼崎、そう、自転車がめっちゃ多いんですよ。山とか坂がないんで、自転車だと一番なんて言うんでしょう、スピーディーに動ける。なるほど、なるほどです。はい。だからやたらチャリが多くて、一時期はその、駐輪のマナー最悪ランキング、日本1位になってる駅とかあったりしたんで、今は ないんですけど、ちゃんと駐輪場が整備されたんで、それぐらいちょっとチャリの街としても、はい、有名ですね。海がその市の南側にあるんですけど、もう工場地帯で民家はないんですよ。だから、いわゆるこう、なんか海辺で、なんかゆったりっていうスポットはすごい少なくて、ほぼ工場地帯っていう
てですね。だからあんまり市民は海に親しんでないです。これは出屋敷駅。これは出屋敷ですね。つい最近ここの広場も綺麗にして、はい、そうですよね、すごい綺麗になってるんですけど、前は結構ね味がある感じだったんですけど、出屋敷でやっぱちょっとディープなイメージがあるから、まあ、ここをまず綺麗にしようっていうのもあったみたいで、はい、駅前は綺麗になりましたね、はい。これってでもなんか協定があるんですよね。あ、そうですね。この出屋敷のもう一個西川かな、はいはい、センタープールって駅があるんですけど、はい、面白い名前の、はい、センタープール、まあ、一瞬プールがあるんかなと思うんですけど、協定場があって、はいはいはい、で、まあね、やっぱり開催日とかすごい人が来て、で昔は結構ねディープな感じで、はいはい、近寄りがたい感じだったんだけど、今子供が遊ぶ施設ができたりして、はいはいはい、お父さんが遊んでる間に子供が遊ぶみたいな、そう、子供がちゃんと遊べるみたいな感じがあって、結構ファミリーで行けちゃうような、僕も子供連れて行ったり、あ、そうなんですね、協定はしないんですけど行ったり、やっぱ協定やる人もまだ多いんですよね。多いです、多いです、すごい人気で、で尼崎的に助かってるのはやっぱり尼崎のその収入をその司法で見ると協定のお部屋がめちゃくちゃでかいんですよ。大阪の人とかも来る感じなんですか。大阪の人とかも来るし、なるほどなるほど。それで非常にあの市民としては助かっているというところで、お金を稼いでるんです、ね、はい、協定に反対の人はいないっていう感じですね。そうか、はい、まあ潤います。そうですね、具体的にありがたい感じなんで、はい、っていうのがもう一個向こう、ね、もう一個向こうなんですね、はい、なかなか面白いという感じの場所ですね。ちょっと離れるとディープになってくる、はい、そうですね、行ってみましょうか。はい、ああ、ちょっとこういう方向の方が面白いですよね。急にここ昔アーケードあったんですけど、はいはいはい、この細い道にそれももう取っちゃったんですね、はい、お店がなくなったんで。そう、アーケード取っ払うとこ結構多いですよね。多いです、最近やっぱり維持もお金かかるでしょうしね。でも本当アーケードがなくなるとそのまとまり感はなくなるんですよね。あ、そうなんですよ、普通の街並みになっちゃうんですよね。そう、どこにアーケードがあったか分かんなくなっちゃうんですよ。山屋とかもなくなったんですけど、 あ、猫いましたね。猫いましたね。本当だ。猫ちゃん。いいですね。あ、一瞬ギロッと睨んでいきました。ふてぶてしい系の。だいたいこう地域に世話焼きのおばちゃんとかが餌をあげてて、はいはいはい、そこを本拠地で猫たちは結構うろうろしてるっていう感じですね。尼崎ってやたらこういう公園が多いんですよ。ほうほうほう、めちゃくちゃ多くて、あのやっぱ工業都市なんで子供たちに楽しんでもらおうと思って、はい、公園めっちゃ作ったんですけど、はい、管理が行き届いてないから結構草ぼうぼうなとこが多い。ちょっと確かに、まあ、そうなんですよ、まあ、別に最悪ではないけど。そうですね、ちょっと砂場はもう草ぼうぼうなんでっていうのが多いですね。大きい公園とかは結構綺麗なんですけど、はいはい、こういう細かい公園がでもいい感じですけどね。夜になったら幽霊が出そうな感じだったらひどいこと言ってる。でも公園が多いのはいいですね。公園が多いのはいいです。もう子供らはね遊べるんで。あ、また猫いますね。猫。本当は。猫多いんですよ、本当。出屋敷。こういう砂利道が、ね。砂利道もね、あったりして。砂利道はたまに私有地やったりするから、迂闊には入れない時があるんですよね。お、見えてきましたね。ああ、小さくなりましたね。小さくなりましたね。壊す寸前ですね。というか、うん、あの室外機がなくなってますね。そうですね。本当、元神南新地と呼ばれる、はい、ところですね。大阪でいう飛び田新地でいう、はい、のちっちゃい版みたいな、ね、1階がまあ飲み屋さんの邸になってて、ね、女の子と2階に行ってっていうその、まあはい、そのまあ風俗店だったっ。そうですね、それもがまたこの尼崎をクリーンにするぞっていうあの政策で、まあ、お取り潰しになったという感じですね。で、まあ、こう風俗営業が終わった後に飲食店として、本当の飲食店として結構数店舗やられてたんですけど、でただこう地元住民の人からやっぱこの建物イメージ良くないっていう人も結構多くて、でまあ建物自体取り壊そうってなったんで、その飲食店の人たちもこういなくなって、
で市が全部権利買い取って、だから市所有物になってるんですよ。尼崎市の玄関のところに書いてあるわけですね、はい、書いてますね。で、まあ、潰していくっていう流れに今なってて、収益物件数ナンバーワン不動産投資を始めるなら楽町アプリ、楽町で検索。ちょっと中入ると雰囲気がガラッと変わるんで、ちょっと行ってみましょうか。なくなってますね、いらっしゃいませ看板。ここはでもまだ猫がいるから餌のお皿がねあるんですよね。いう感じですね。地域まちづくり対策チーム、あ、そうですね、神奈美、神田南通り3丁目だったんで神奈美ですね。あ、そういうことなんですね。そうみたいです、はい。いや、なんか今見るとすごいこう廃墟のこんなところでって感じなんだけど、当時夜だとすごいこう陰備なというか、そうですね、なんとも言えないあの雰囲気、なんか照明とね、ピンクの明かりがあって、そう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 、こういうところに女性が座ってて、はい、そのここが空いててね、空いてて、女性が、ね、外に座ってることもあったんですよね、この友人とことかに、なんかすごい独特の雰囲気の、そうですね、戦後というかなんかね、そういうあったんですけど、もうこうなっちゃうと味のある廃墟って感じに、ね、本当室外機とかもほぼなくなってますね。ですね、ということはもう取り壊すんだろうなっていう、噂ではこの上の方は中がちょっとつながってたりっていう話もちょっと本当かどうか分かんないですけど、実はこれ3階建てなんですよ。ですよね、はい、で2畳ぐらいのスペースがあって、めちゃ詳しいですけど利用したことはないんですよ、現役の時にあのちょっとあの機会があって中を見せてもらったことがあるんですけど、大体2畳ぐらいのスペースですね、一部屋、それが一つの建物に 1,2,3 とか4とか多かったら4ぐらいあるっていう感じ で、そのいわゆる建物と建物の間こう区切りが分かりづらい、ね、ことになってますけど、つながってますもんね、つながってますよね、本当にね、これすごい。だから当時は向こうまでほぼつながってたって感じなんですよね。そうです、あそこ1個通路挟んでずっと建物があったんで、ね、っってこの間僕猫をここを取りに来たら、はい、お一方まだ住んでる方いらっしゃったんですよ。あ、そうなんですね、ちょっと数ヶ月前だから全部僕買い取ったと思ってたんですけど、まだ住まわれてる方いるんやと思って、それだったらまだもうちょっと先なんかなって思ったり、ちょっと分かんないんですけどね、進み具合。ここのところね、なんか結構進んでる感じはしますね、こういう。なんか撤去は進んでますよね、はい、こういう扉、横開きの扉があるところはまあ全部そうやったっていうところいう感じですね。ここにここ開けてて前真ん中に座っててっていう。そうですね。なんかあのおばちゃんもいたわけですよね。あ、おばちゃんも、はい。接客というかその呼び込みというかあれを断るのがしんどいから行かないっていうのはありますけどね結構ねこう外壁とかちょっと新しい感じしますけど、内装も新品の内装みたいな店もあって、あの取り潰された後にだから本当に突如として、そっか、工事中だったんだけど、そんな感じです。それやられた方もちょっとかわいそうですね、突然やったみたいな。そもそもなんでこう急にというか、なんで取り壊しになったんですかね。尼崎をやっぱりよりクリーンなイメージにするっていうのと、うん、一応地域住民のやっぱり声みたいなもあってっていう感じですね。で、まあ、小学校とかもあるんですか。そう、小学校もすぐ近くなんで、まあ、なんでこれがこの施設があることによって公共施設呼びづらいみたいなのもあったみたいなのは聞いたんで、まあそろそろさすがにまあ、うん、違法色が強いので、そろそろ、まあ、一応ごまかしてはやってたわけですよ、うん、飲み屋。そうですね、一応そういう設定で飲み屋さんなので、うん、そこで飲み屋さんを利用していたら、うん、女の子と自由恋愛になってっていう設定は立ててたんですよね。そう、でもまあ無理があるっちゃ無理があるから、そうなんです、ね、まあさすがにやめましょうかって感じだったんですよね。
でも実際ここが営業が終わってからその出屋敷の駅とかの開発がすごい進んでる感じはあるんで、なるほど、市の思惑の方には行ってる感じですね。そうなんですね、はい、横の建物はすでに取り壊しが完了し更地になっていた。ポールが立ってるから、そう、駐輪場、駐輪場なのか駐車場じゃないか、駐車場かな、あるのに ね何のためなんやろ。でもこっちから入れないですよ、しかも。そうですよね、とりあえずアスファルトで埋めてみましたみたいな感じなんでしょうかね。はありますけどね。そうね、もう最後まで沖縄料理やってましたよね、やってはったんですけど、そう、うん、まあ、市から立ち退きを要求されたというか、そんな感じですね。で買い取り、まあ、とにかく営業停止は結構まあそういうことですよね。そうですね、その後はそこまで冷たくはなかったけど、うん、って感じです。とりあえず営業停止にはしてからって感じですね。まあめっちゃ流行ってたんだったらまたって感じだったんでしょうけど、ね、全部に入って、そうポツポツやったんで、そうそう、飲食店になってからは、そういわゆるそうゴールデン街みたいにうわーでもインバウンドでうわーって入ってとかになったらまた変わったんだろう。ここがそうなる雰囲気でもなかったから。そうですね、1年半年1年ぐらい経って、であとまあコロナもありましたしね。うん、お店にしたらすごい面白いと思うんですけどね。ね、上は個室やし、どうしても古い建物をなくさないでほしい会の人だと、そう思うんですけどね。うん、僕の友達の友達が会社を辞めてバイク買うために300万ぐらい貯めてたらしいんですけど、はいはいはい、でここにはまってしまってで300万全部とりあえず使って、どうかしましたか。でその後働いた後も給料の半分は毎月ここで使ってっていうぐらいずっとはまってる人がいて。同じ人にですか。いや、なんかいろんな人に。で最終的にはここの忘年会に呼ばれるようになったって超常連さん、それぐらいハマる人はハマるっていう。まあでもね、そういうこともあるっていう。そうそう、なんかよくレベルが高いみたいな話を聞きましたね。うん、よう見たらこの作りもすごい。すごいですよね。不思議で面白いですよね。バーンってせり出してて、ちょっとでも特殊用的なね、スペースをこう空中も使うぞみたいな感じ。川沿いに多い。そうそう、川の上にポーンって床伸ばしてるとこ多いですからね。床下からね、ちょっとご遺体が何体か出てきたっていう、その尼崎事件と呼ばれる事件ですよね。いや、意外と長期間にわたった事件だから点在してますよね、うん、そうですね、現場がね。めっちゃ怖い猫がいる、まあ、この辺りがですねお店があったってことなんですか。そうですね、かつてこういうところってなんで潰さんのかっていうので、お店は閉めたけど住居として住んでる方が結構。なるほどなるほど。この辺りからだいぶ工場感が、すごい